はい、皆さん、こんばんはの時間で録画しております。とめチャンネル浅井です。私、メガネ新調したんで、ちょっとね、見た目上変わってんじゃないかと思われますが、それはさておきまして、とめ市のクラウドファンディングの情報がありましたので、紹介したいと思います。前回は対馬神社さんのクラウドファンディングをちょっと紹介したこともありますが、今回、21歳の成人式を1年遅れでお祝いしたいという、クラウドファンディングです。まあ、ちょっと今、12月17日の18時22分の情報になってますけども、まず、文字通りですね、21歳の成人式をお祝いしたいと。ちょっと読みながら進みます。コロナウイルスの感染拡大により成人式が延期となった宮城県登米市出身の21歳の皆さんと一緒に1年延びて、下がってしまった参加するモチベーションを再度上げること。そして何より1年越しの友達との再会を楽しんでもらい、一生の心に残る思い出にしてもらいたい。ただその思いでこの共同プロジェクトを立ち上げました。立ち上げたのは青山美容室さんですね。菅野さん。こちらの方は、東和町に、青山美容室を立ち上げた方で、私の断髪式の動画でも出ております。その説は大変お世話になりました。で、ご挨拶に、皆さん、はじめまして。初めてましてでない方も、こんにちはというね。このプロジェクトを代表してますと。で、1年遅れで、21歳で成人式を迎える子たちと、それを応援する大人たちが立ち上げた共同プロジェクトということで、まず、どっちから説明しようかな。このプロジェクトで実現したいことですね。まず、何をするのかというところ。まず、大切な人に会いたいという気持ちを実現させたいと。で、右側にちょっと出てますけども、このリターンを選ぶ、まあ、クラファンに、まあ、支援、プロジェクトに支援することによって、私たちが得るもの、リターンされるものっていうので、まあ、こちら1000円から2000円、4000円などいろいろあります。で、1000円って言っても1000円からまず追加して2000円などもできます。そうですね。これ書いてますね。20歳で成人式を迎えるはずだった。予約してくれた方から連絡があったのは昨年の12月末頃。まだ市も開催をギリギリまで悩んでいて、結果が出たのは遅かったと思います。そして延期が決まりました。もう参加しないかもしれない。その声が心に突き刺さりましたと。で、登米市の場合は、来年の2022年1月8日土曜日と書いてます。土曜日の午前午後の部と、書いてますね。21歳の成人式が行われます。で、その後、1月9日日曜日に、20歳の子たちの午前午後の部と分かれて、開催されます。私も、成人式は毎年撮影に行っておりまして、まあ、これは教育委員会から許可を得て私も撮影させていただいております。何かね、やってみたいというのがありまして、それを形にすると。こちら下の方に、これ一応説明も書いてありますので、スマートフォン、パソコンで、クラウドファンディング登米市成人式で出てきますので、確認してみてください。その集まったお金をどのように使うかとか、そういうのが書いてあったはずなので、ありました。資金の使い道ということで、成人式を迎える皆さんのセット、着付け、ネイル、末役に関わる人件費、移動費、材料費約20万、写真撮影費、移動費、プリント代、人件費、撮影代約10万、リターンの、諸経費6万、約6万、クラウドファンディング手数料約4万円で合計40万円。と、スケジュールがありますけども、スケジュールは、終了後20人が協力店舗に1月28日から1月8日まで予約実施と。
写真撮影は希望者全員に成人式当日のみ午前午後両方行いますと。で、リターンの方はいろいろありますけども、やっぱこれは気持ちなので、なんだろうな。これによって見返りをこうなんだとか、そういうのではないので、もし支援していただく方いましたら、その辺よろしくお願いします。挨拶があります。一応、皆さん、一度目を通した上で、こちら最後にっていうのを見ていただけるといいんですけども、ここまで読んでいただきありがとうございました。一人の力で実現できなくても、みんなの力を合わせれば叶うことがあると信じています。ということで、私も先ほど、金額言うと1000円ですけども、支援させていただきました。で、また、その中でこの情報を見たので、もっともっと広めたいなと思ったので、私の方で、このように宣伝させていただきたいと思い、代表者の方にも連絡して許可をいただきましたので、これを見た皆さん、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。以上、とめチャンネルでした。皆さん、ありがとうございました。